はい、こんにちは、ピカです。今日ね、ダート4っていうねソフトやっていきたいと思います。それのフリーチャンピオンシップですね。で、車両を選びます。車両は何がいい？車両はね、グループ A のインプレッサ、これね、やっていきたいと思います。で、ステージはオーストラリアね、この1箇所だけでやっていきたいと思います。でね、今回ね、マニュアルでね、やっていきたいと思います。クラッチも使って、クラッチありのマニュアルですね。やってきます。はい、まずね、最初ね、シェイクダウンってことで一回ね、軽くどんな車の状態かっていうのを走ってみたいと思います。3、2、1、さあ、行くぞ。レフト5、レフト4、タイト、バンド、ライト3、カット禁止。だるいな、車の動きが。レフト4、80、いや、全然曲がんね。レフト6、キープライト、オーバークレスト、カット禁止。ライト2、これは好みじゃない。クレスト80、キープレフト、あー、だるいだるいだるい、流れてる流れてる。バンド、レフト3、カット禁止。バンド、ライト4、オープン。おお、全然ダメだこれ。この車全然ダメだな。バンド、ライト3。まずデフがダメだ。デフが、カット禁止60。デフがダメだ。もうやり直す、全部やり直すね、一回、はい、セッティングね、変えますね。まず、もう全部ね、ハードハードハード、ダンパーは全部ハードにして、まずね、一回ね。で、スプリングレートも上げて、ロールバーも上げて、車高は落とす。で、スプリングレートもハード、ハード、あ、フロント車高、あ、これ車高か、ローにして、全部ハードの、うん、そうだね、ダンパーもハードだね。はい、これで一回やってみるか。デフはどうなってんだ。あ、あと、そうだね、ファイナルを変えて、デフ、フロントのデフの利きどうしよっかな。フロントロック気味にした方がいいね。うん、ロック気味にした方がいい。ちょっとロック気味にしました、フロントね。今のプリロードちょっと上げて、うん、これでいいね。はい、じゃあこれでね、もう一回シェイクダウンしていきたいと思います。ハードになってどうなったか、いきます。3、2、1、全然違う、ここだけで。レフト4、あ、いいね。アンドライト3、カット禁止。おお、全然反応するじゃん、車がね。アンドレフト4、80、レフト6、キープライト、アクセル踏みすぎた、トラクションもかかる、ライト悪くない。クレスト80、ちょっとリアが動くかな。キープレフト、オーバークレスト80、あ、ちょっとリアが動くな。けど、アンドレフト3、カット禁止。おお、いいね、いいね。ライト4、オープン。レフト4、タイトル、カット禁止。もう全然いいじゃん。アンドライト3、アンドレフト4、カット禁止60、キープライト、オーバークレスト80、モーション、全然走れるわ。レフト2、60、スルーディフ。ちょっとリアが動くな。まあでも、フロントの引っ張り方も、オーバークレスト、ライト6、本当もね、キープレフト、オーバークレスト、ケア、ライト1、アンドライト4、オーバークレスト。まあ悪くない、オーバークレスト、うん、58秒ですね。はい、うん、一回デフを逆側に、どうしよう、イニシャルを下げて、イニシャルを下げるか、一回ね。うん、で、全体のデフをフリー気味だよね。イニシャルを下げてみたらどうなるか。より曲がる。ここまで行くと行きすぎるのかな。それでね、ちょっとやってみたいと思います。うん、ちょっとね、フロントを弱くしたから、すげえ入ってくるんじゃないこれ。レフト5、レフト4、タイトル、アンドライト3、アクセルオフでフロントが入りすぎる。あー、これダメだ、これ運転できない。これ運転できないわ、これはダメ。脱出できるか、いけ。レフト6、キープライト、オーバークレスト、カット禁止。アクセルオフで、クレスト80、キープレフト、オーバークレスト80、ライト4、アクセルオフでちょっとなんか、アンドレフト3、カット禁止。アンドライト4、ちょっと動きすぎるな、ハンドル。レフト4、タイトル、カット禁止。ヒュッてハンドル入りすぎるな。ライト3、
マックス動く感じ。うわー、これだとリアが、リアも弱いな、ちょっとな。どうすればいい。どうするかね。一回デフのフロントだな。とりあえず元に戻すか。一回ね。こちら。イニシャル、全部。アクセルオンを強くして、イニシャルを元に戻す。と、ブレーキング側も強くなって、ね、さらに、アクセルオン側も強くなるっていうね。2、1、5! フロントのデフを効き気味にした方が、ブレーキでも、ある程度ね、効いてるから、あー、これいいわ。こっちは全然いい。オーバークレスト、カット禁止。ライト2、クレスト80。フロント安定した。キープレフト、オーバークレスト80。ああ、いいね。ちゃんとなぞってくれる、フロントが。それに対して、リアがちょっとあれかな。リアが暴れるな。ちょっとリアは暴れるな。なんか、路面から離れてる感じがする。レフト4、タイト、カット禁止。アンド、ライト3。タックインするんだな、タックインするんだな。リアが弱い、リアが弱い、今度。フロント強くなって、リアが弱い。から、どうするか。リバウンドだな、リアのリバウンドが、リアの伸びがね、フロントが荷重かかったときに、リアが離れちゃうから、リアの伸びをね、もうマックスソフト。まあ、一回マックスソフトで、すげえ伸ばす。と、引きずるじゃん。だから引きずって、多分、流れなくなるから。これいいっしょ、だいぶ。フロントとリア。バランスどうかな。おー、リアすげえ安定した。リア引っ張られる。おー、いいじゃん。全然流れない。フロントめっちゃ引っ張ってるのにリアがついてきて流れない。あ、これ速いぞ。ほら全然違う。リアが安定してるし、フロントが入ってくる。これだったらさっきのダルイセットでもいいかな。フロントのデフもっとすげえ曲がるようにしてもリアついてくるかな。レフト4カット禁止60キープライトオーバークレスト80。速くね、これ。ポーションクレスト、速いよ。レフト260スルーディフキープレフト。はいはいはい、めっちゃ速いぞこれ。カット禁止キープレフトオーバークレストケア。全然違うじゃん。アンドライト4オーバークレスト。おお、いい感じの流れ方。オッケー、全然いい。何秒？3秒上がった。これ全然いいわ。はい、じゃあね、本番のステージやっていきたいと思います。さあ行くぞ。マニュアルで行きますね。うお、結構曲がる。足を固めた方がね、やっぱりね。キープライトオーバークレストカット禁止。ライト2クレスト80。ちょっと待って、ちょっと難しい。キープレフトオーバークレスト、反応が早いんだよね。フロントの反応が早くて、でアンドレフト3カット禁止。アンドライト4オープン。やっぱりね、オンロードやってる人はね、固めの方が好きなんだよね。反応が早いから。で、スリッパングルをいろんな各キープライトオーバークレスト80ポーションクレストレフト260。喋れんなこれ。やっぱりキープレフトオーバークレストライト6カット禁止。キープレフト適切にね、スリップさせながら。ライト1アンドライト4オーバークレスト。行き過ぎた。ポーションレフト4オーバークレストアンドレフト1。ワイパー助かる。オートワイパー助かる。キープライトオーバークレストイン、イン攻めて、イン攻めて。カット禁止。タイトコーナーはイン攻める。アンドライト4オープンカット禁止ケア。ライト2ちょっとミスった。大丈夫。イントゥレフト3クレストカット禁止。アンドライト4でフロントのデフが強いから、アンドライト3アクセルのねオンでね、フロントが入ってくのよ。だからちょっとミスってアンダー出してもレフト4タイトフロントがさ入ってくっていう。アンドライト3
まあ、あとちょっとフロントをね、逆にカット禁止60ライト3カット禁止、フリー側はフリー側というか減速側、うわあ危ね、減速側もきつくなるから全体のねトルク上げるとライト80ちょっとキープレフトオーバークレスト100結構リードしたぞ、キープミドルオーバークレスト80レフト260カット禁止レフト3カット禁止、反応を早くして車の動きをだるくする、これが多分ねダート、オンロードダート派にはいいんじゃないかと俺の中では思ってて、どうぞお試しあれ。まあだから限界グリップ低いからね、これだとね、あれだけど、まあどうなんだろうね、このコースがそんなにデコボコないし、これはもう早く走れるし、クレストカット禁止、キープレフトオーバークレスト、普通のねオンロードドライバーが早く走れる、150コーションブレーキングターンオープンヘアピンレフト、はいはい、アンドライト、ああ間違えた、右と左間違えた、カット禁止、右と左間違えた、喋ってたら右と左間違えた、レフト3カット禁止、落ち着け落ち着け落ち着け、危ない、落ち着け、オーバークレスト、ちっちゃい高くで曲がれるじゃん、それがいいんだよね、キープライトオーバークレストレフト6で、すぐ反応する車が、オーバークレストちっちゃい高くでアクセルそっちに入れるとキープレフトフロントが引っ張って入ってってくれるっていう、キープレフトオーバークレスト100スルーディップキープミドルオーバークレスト80ライト3 60カット禁止、危ない、ライト2カット禁止、あー落ちる危ねキープミドルオーバークレスト、よし何秒離した、24秒離した、よし、あぶさっのところに行こう、やっちゃった、はいはい、いかがだったでしょうかね、結構ぶっちぎりだね、うん、まあ一応ねセッティングとかやってきましたんでね、うん、いやー面白い、まあね、マニュアルも面白いね本当にね、ラリーで、うん、またねこれもやっていこうと思いますんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃねー。